はようございます。麦。あれ、泣いてくれます。麦。最初楽だね。そうだね。いざ。噛まれた。今日は千秋楽です。悲しい。うわ、寂しいね。やっぱなんか、え、ほんまに今日みたいな感じ。開会式見ようと思ったけど起きれなかった。泣き今日頑張ってね、配信で見ます。ありがとうございます。普通に気を来てしまったね。ね、悲しすぎ。めっちゃ返事してる。え、そう、なんか急にさっきまで無視やったのに。え、公園行くよ、楽しみやね。ありがとうございます。名前読んでも反応するんじゃん。確かにクッキーとか読んでも、え、多分ゴマと豆でもじゃあ反応するかもしれへん。全然あり得る。じゃあ主楽だね。そうですね。早すぎるよ。でもセラフ君行くことないかな。もう公園ではないかも。もしかしたら公園とかで、あの、なんか来たりとかはあるかもしれんけど。クッキー、あれ、こっち来た。クッキー、麦隣に、麦、隣のり返事してくれへん。頑張って、ありがとうございます。公園かな。なんかな、時間がないけど千秋楽やってなる。なんかたまに一瞬、あれ今日ってほんまにって思ってから、あ、今日かってなるから、なんかちょっと違和感だね。ご飯って呼ぶ無事に大阪に着きました。到着、おめでとうございます。ありがとうございます。仕事で見れないけど頑張って、頑張ります。結局パリオグリーンの開会式ずっと見てました。それにしてもすごい目でした。あ、パリがですか。もう、わー、雨だって。呼びすぎて無視された結果無視。ライちゃんの映画見てきたよ。おお、豆もね2回見ました。久しぶりです。今日は頑張ってください。ありがとうございます。頑張る。そうそう、チカパン詳細。確かに、まあでも時間はね時間が分かってないかも。だ、日程は分かってて、いや、多分夜かな。今日はゆいさんの舞台を見に行きます。おー、いいね。あやみじゃない、誰かに反応した何かに反応した
ファニーチケットだと今まで入るときにもらった座席番号の番号の紙もらえない。どうなんでしょう。あ、でも今まで座席番号のさ感じやったからさ、ファニーチケットに変わって分かんなくなっちゃったシステムが。エッフェル塔のセーヌ川のところで船で選手たち登場だったよ。なんかかっこいい。いいね。最後投げちゃうんでとかやってたし、あそこはマジ叫びたかった。席番号シャッフルなの？それ捨てたことだけなの？え、そうなの？シャッフルってどこ？シャッフルってどこだ？どういうシャッフル？座席順番号が席が貼られるのがシャッフルなんか、席あの皆さんの席がなんか来た順とかじゃ、あの応募した順とかじゃないのかみたいな感じ。今日はヒロムルもハンカチ持参で、あ、ちょっと待って、あゆみのペンやん、それ待って、ちょっと待ってね。あれ、おやり？クギ？ムギ？あ、よかった。もうよかったよかった。今日は昼間よりもハンカチ持参で声入ります。明日の重機特別声も一般選中かかりました。おお、やったね、ムギちゃん。やったね、ムギちゃん。あなたもう食べ過ぎちゃダメだからね。今度タプタプなって。あ、動いた。それこそ全公演は、今日閉会式かもしれないが、メンバーのみんなには次の開会式が待ってるよ。微笑み、微笑み。入るまで分からない。一番だから一番前。あ、そういうこと？あ、うんうん、まあそれは今までと変わらんってことか。じゃあ列ごとのってことね。麦、麦ちゃんが一番最初に反応した言葉がクッキーやった。クッキー、クッキー、グリ、ちょっと泣きかけたな今。
たちは、あなたさ、食べすぎ。狙ってくるようになったんやろか。ママが入れるからや。ママが闇が入れた後も甘やかして入れるからですね。ハニーチケットになって当たる人と当たらない人の差がかなりあるみたい。ああなるほどね。あんまりちょっと詳しくは分からないんです。猫何匹？ 3匹です。どうした？なんかゴマとマミが一斉に逃げてった。麦ちゃんがね、なんかもともと麦ちゃんがすごい太ってたのよ、今よりも。でなんかなぜか分からんけど痩せて、それのせいで、あのお腹の下にタプタプができたのよ。あの皮膚がの なんて伸びちゃってるからなんかなみたいな聞いたことある。猫ちゃんもそうなる。そうよ、猫ちゃんも。先生どこ行く？もう行く予定立ててないな。もう遊んだから最初の方に一回遊んだ。しばらくは今は予定なしです。なんか行きたいなと思いはしてるんですけど、なんか考えてみたらあんまり行く時間ないなって思って。とりあえず今宿題をちょっとずつ進めてて、まあ、その練習終わりとかにね、ほんでさ、でまたあのコンサート終わった後に、まあ、近っ端祭のレハはそんなほぼ毎日ね朝か夜までってことはないから、まあいやちょっとやる時間あるよねって感じで、それで進めていこうかなと思ってます。はい、ということで372日、なんかいつの間にか1年経ってから10日経つね。あと3日で10日経つよ。早っ。では行きます。壇上を読みたいと思います。さて誰の名前にむぎちゃん反応するのか。行きます。早い。13位、はまちやまさん、ありがとうございます。12位、さとくんさん、ありがとうございます。11位で、こまちびとさん、ありがとうございます。10位、たかともさん、ありがとうございます。
9位宝野さんありがとうございます。8位カルチャーさんありがとうございます。7位浩平さんありがとうございます。6位、ジョーさんありがとうございます。5位達人屋さんありがとうございます。4位ひーたろうさんありがとうございます。3位なんかいい席の絵文字の方ありがとうございます。2位たかまささんありがとうございます。そして1位は親父さんでした。ありがとうございます。なんか最初ににゃって言ってどっか行ってんけど、なんで1位の人はまた着替えてくださって行きそうです。ありがとうございます。そうあのね、一緒になってしまうから、あの一時的にね、あの1位の方はアバターを変えていただけたらなって感じです。まあ、3日目、これを始めて3日が嘘です。4日が経ちました。アバターを皆さん、あでもそっか、アバターを24にゲットしたら皆さんが27土曜日、あった最初に言うよってどっか行かないでよ。かわいいね。親父さん、だから親父さんかな、親父さんが一時的一回だけちょっと今の間だけ元のアバターにね戻していただきたいです。あさっきおったけど名前さっきあれ いなかったもさやく宮丸くんにしも、あ変わった。あツインテールの方にしたなった。こっちでいいか。ツインテールの方も書いたことないもんな。ニヤマルくん、あ、ニヤマルくんは最初書きましたね。ツインテール。幅がおかしくした。本当のアバター探してみたけど見つからない。あらでも全然これで大丈夫です。あ確かにもう明日かいいやん。やば早いね結構。下手すぎだよなんか。セーラーじゃないねこれ全然。気持ち悪い。気持ち悪いけど許して。今なんで短いの？なんか AI みたいな AI かな、なんか何かが制作したものやからさ。本当はお気に入り機能、まあ、見つかったらねぜひお気に入り機能をね、はい、やってみてください。長押ししたらあったかな、なんかハートか、ハートが出てきたらハート押したらなんかお気に入り機能できるらしいです。はいということで、じゃん、今日の1位は親父さんでした。ありがとうございます。首の長さは気にしないでください。
普通にちょっと割合ミスってしまった。ありがとうございます。ちょっとダメですよ。はい、ありがとうございます。ダメ、一旦置いとくか。はい、ではありがとうございました。明日もね、よいしょ、明日はニワムル会議だから何時にしよう。まあまたちょっと何かあるかもしれないからまた今日ポストします。はい、なのでまあぜひ後で見ていただければ。はい、ということで明日はい、ニワムル会議よろしくお願いします。そして今日は千秋楽、もう皆さんでね、もう最後の公演楽しみましょう、いっぱい。はい、コールもたくさんありお願いします。ペンライトもぶん回して、ぶん回しちゃダメだけどぶん回して、はい、お願いします。ということで今日はよろしくお願いします。また明日の配信と今日の公演でありがとうございました。またねー。おしゃおおおあちょちょちょお話し会の知らよ、忘れなく忘れなく、また後で、また後でってすぐ。